ジェーン・シルバーは A カノニカル社の最高経営責任者である。前職は General Dynamics C4 Systems、イリノイ州スプリングフィールドを育ち。その後、技術者としてワシントン DC、テネシー州ナッシュビル、横浜、ロンドンなど様々な場所、会社で活躍する。オープンデータ及びスクレイパーウィッキーのボードメンバーとしても活動している。 アメリカとイギリス両方の市民権を保有している。ハバフォード大学にて数学とコンピュータサイエンスを専攻し、1985年に学位を得る。その後、バンダービルト大学にて技術経営の修士号を得た。大学院では主に人工知能と機械学習に注目した研究を行っていた。また、オックスフォード大学から経営学習士も得ている。 最初に学んだコンピュータ言語はパスカルとフォートランであった。その後、横浜にある定人の研究所に勤務し、人工知能に関する研究や、それに関連した製品開発を行っていた。この際、ユニックスを使用した業務をしており、これがきっかけとなり、リナックスへの興味を持った。また、アメリカではゼネラルヘルスというリスクアセスメントの会社に、 勤務していた。カノニカルに加わる前は、ゼネラルダイナミクス C4 システムズにて、ソフトウェア開発、インテグレーションの部門の管理職の地位についていた。会社では、主に C、C 言語を用いて開発していた。2002年に、オックスフォード大学にて、MBA を取得するため、ロンドンに移住した。その後、職を探していた時に、マーク・シャトル・ワースの友人に出会い、 当時立ち上げ間もなかったカノニカルを知った。2004年に彼女はカノニカルに参加した。その後、2010年に CEO になるまで最高執行責任者としてカノニカルを支えた。2004年7月に COO としてカノニカルの活動に加わり、Ubuntu の最初のリリースのために尽力した。初期の活動では、その他に Ubuntu1 プロジェクトを担当していた。また、 オンラインサービスのディレクター、カノニカルの会社運営全般を担当していた。2009年12月、カノニカル CEO のマーク・シャトル・ワースは、自身の COO への就任と、彼女の CEO の就任を発表した。役職を交代した理由としては、カノニカルの CEO とコミュニティのリーダーを分けることで、それぞれの目的が、これまでより迅速にできるようになるとしている。2010年3月、 カノニカル CEO に就任。ありがとうございます。